皆さんこんにちは、元ラットつくばです。今回は2022年 SNXR のグレードのちょっと紹介してみたいと思います。はい、こちらご覧いただいてますのが BMW 元ラットジャパンホームページ内の、見積もりシミュレーターですね。オンラインシミュレーターというところになります。はい、こちらで車両ちょっとチョイスしますと SNXR の方でこれ出てくるわけなんですけど、このカラーに関しては、3色で、昨年の2021年も3色ということで、改めてちょっとそうですね、昨年のモデルのカラー見ていきますと、こちらアイスグレー、レーシングレッド、モータースポーツカラーということになります。はい、で今年のモデルは、このトリプルブラック、スタイルトリプルブラックというカラーが新色追加、モータースポーツカラーはカラーリング変更で、レーシングレッドもカラーリング変更ということになります。はい、今回の、映像では原車はこのレーシングレッドの原車と、あと2020年型 の当店の試乗車をちょっと並べてみてのちょっと比較の映像が入っております。はい、レーシングレッドの状態でちょっとメーカーオプションを覗いてみたいと思います。はい、これは3グレード存在しています。ただ、このベースグレードはそうですね、あまりオプションパーツがついてない仕様になりますので、ほとんどよっぽどオーダーいただかないとちょっと難しいかもしれません。基本プレミアムスタンダードもしくはプレミアムラインのこの2択になってくると思います。この違いは何かっていうと、これはサスストロークを縮めたローダウンサスペンションの仕様とローシート仕様がついているのが違います。いわゆる足つきがいいタイプということになります。で、プレミアムラインの方はヨーロッパと同様のヨーロッパ仕様と同じということですね。はい、ここにローダウンサスペンション入っていません。これが違いです。はい、価格面は、ちょっとカラーのところ戻りますと、この HP、このモータースポーツカラーが一番販売価格が高くなります。なぜなら、ホイールが単造ホイールといって、他の動画でもちょっと紹介してますけど、レーススペック、レース、クルーズドコースに向いた向けの、ちょっといいホイールが入っているのと、あとはマフラー、こちらアクラオビッチがついているですね。で、それとあとチェーンが M チェーンであるのが外観上の違いということになります。他のカラーはデザインドホイール、鋳造ホイールが装備になります。で、チェーンは通常のチェーンですね、リジナルチェーンですね。で、マフラーは通常のノーマルのマフラーということになります。はい、ちょっと分かりますかね、これロゴちょっと入ってますよね。はい、ここはもう最新の仕様を使っているようですね。はい、で、メーカーオプションにちょっと戻りますと、このモータースポーツカラーの方の、その装備内容に関して M パッケージというものが入っております。これ単造ホイール、スポーツサイレンサー、今ちょっとお伝えしたものです。で、あと M スポーツシートも違うんですね。シートも違います。これちょっと先ほどのちょっとご案内で漏れてたんですけど、M ライト
ウェイトバッテリー、これはあのリチウムイオンのことでしょうかね。はい、あと M エンジュランスチェーン、チェーンということですね。はい、このリチウムイオンバッテリーの場合は専用の充電器を使えないとあの事故が起きます、バカ事故が起きますのであのご注意ください。メンテナンスフリーバッテリーと違う充電器になります。はい、ツーリングパッケージに関しましては、ナビホルダー、 USB チャージャーソケット、ハンドプロテクター、センタースタンド、ラゲッジラック、ダイナミックパッケージの中身はキーレスライドですね。はい、リモコンキーということですね。ダイナミックイーサーがついておりますので、はい、プロ。あとギアアシスタントプロ。あの走行中クラッチ握らないでシフトアップダウンできるものです。あとグリップヒーター、あとクルーズコントロール。で、このローダウンサスペンション、アダプティブヘッドライト、ダイナミックブレーキコントロールですね。MSR、LED 補助ヘッドライト、3年保証 ETC ということになっております。はい。プレミアムラインの場合にはそのサスペンションの効がないという感じになります。はい。ちょっと前後しちゃいますけど、他のカラーの場合にはメーカーオプションの方はどうなってるかと言いますと、マフラーあの M パッケージがない状態になります。はい、あのトリプルブラックも同様ということですね。はい、このサービスインクルーシブ今お勧めしています。長期的に見ればあの距離を乗るお客様にとっては、例えばサービスインクルーシブの場合はフォーコイル効果もこれメンテナンスメニューに入ってきますので、非常にあのいいと思いますね。ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、ディーラーオプションの方は、はい、三蔵ホイールはこれディーラーオプションって入ってます。まあ、この値段するんですね。はい、カーボンホイールは約100万弱ということで、やはりちょっと高額で、まあ、それなりのパフォーマンスは約束されるんですけどね。はい、M スポーツフロントシートはこのモータースポーツカラーはこれは標準でついてくると仕様です。はい、リチウムイオンバッテリーですね。はい、ですね。はい、茶色のこれ赤字になってますよね。チャージャーをご使用くださいということになっております。はい、あとオプションパーツ、M パフォーマンスカーボンパーツっていろいろ出てるんですね。はい、当店の中古車に今あの昨年モデル、一昨年モデルのやつでこのパーツが一部ついている車両が在庫ございます。はい、あとスポーツマフラーですね。マフラーに関しましては、ディーラーもののこちらの取り扱いの場合は、継続車検時に音量チェックする必要ありません。あのガス、排ガスチェックのみということです。あのかつ、排気検査書も不要ということです。あの政府認証のマフラーということです。はい、パニアケース、トップケースに関しましては、こちらはあのほぼ専用品ということになります。はい、外観上あの他の例えば R1250RS と外観上似てる、このトップケースなんですけど、底面形状がちょっと異なりますので、そうですね、もうこれはもう専用ということになります。はい、で逆にちょっと、ま、あの余談なんですけど、この XR 用のトップケースを買っていただければ、実は 1250RS にとかに使うことができます。あの要は底面形状がかわしている形状ですので、あの他の車両はその部分が突起がないので、前後に使いこなしていただくということは場合によって可能になります。はい、他はこれ汎用品ですね。はい、ということで、この後にちょっとそのレーシングレッドのカラーでのちょっと比較をちょっとあのご案内したいと思います。ありがとうございます。左側がこちら2022年モデルになります。で右手が、一昨年2020年型の車両になります。はい、すいません、2021年型が昨年モデルがあれば良、かったんですけど、ちょっとご用意できなかったので、こっちの2車でまずちょっと違いをご紹介したいと思います。はい、パッと見、まあ、カラーリングがあの赤の部分は、まあ、もちろんあのレーシングレッドで同じなんですが、ステッカー関係とかは違いますね。初期型はここに、まあ、S と入りまして、こちらの方はステッカーが入りません。でこちら の, あのカールの方にですね、このようにロゴが入る感じです。でこちらの方は XR ということですよね。はい、ここから見た感じの部分ですと、この黒の部分ですね、これが、一番初めのモデルはこれちょっとあの半艶の状態ですね、の仕上げ の, あのブラックなんですけど、で翌年の2021年型からは、赤のボディの場合これ同色になります。まあ、過去のちょっと動画で見ていただくと分かるんですけど、こちらは赤になります。で2020年型、このツヤありの黒ということになります。はい、
まあ、ちょっと雰囲気違いますよね。この状態で見ても船の雰囲気が違います。はい、ハンドルスイッチ関係を見てみると、あ、これちょっと 5V の電源つけてますけど、まあ、あのほぼ同じものですね、はい、XR のロゴもまあここにありますしね、同じような感じです、はい、まあ、あの TFT の 6.5 インチも同じということになります。はい、まあ、シートは基本的には、同じものです。で、後ろ周り あのキャリア関係も同じなんですけど、地味なところですとこの部分のちょっと、デザインがちょっと変わってます。これはちょっとどういう目論みかちょっと不明瞭なんですけど、ここは実はちょっと違います。あの、こうやってちょっと動くようになってますね。で、新型もあのこれフローティング構造だっています。はい、まあ、この突起によって実はあの同型のトップケースのちょっと互換性がありませんので、もうこれ専用になります。 F900XR と SNXR はあの、まあ、あの混合の突起があるので、まあ、使えるんですけど、他の車には使えないということになります。で、パニアケースもこことここでは取り付ける感じになりますので、3点関係ですね、これが同じということになります。はい、ちょっともう一回前戻ります。はい、キャリパーメーカーが変わりました。ブレンボ車になりました。フロントサスペンションはここに丸ぞっきと書いてありますけど、丸ぞっきでリアザックスっていうのは同じなんですけど、キャリパーメーカーがちょっと変わりました。初期型の方はこちらアメリカヘイズ社の、キャリパーになりますね。はい、これは、ね、SNRR もそうなんですけど、はい、こちら の, あの車両はあのディーラーオプションのラジエーターガードとオイルクーラーガードがついていますが、標準はあのついてない状態になります。こんなような感じですね。はい、はい、ヘッドライトのこの形状とかも基本的に同じですね。はい、まあ、あのマイナーチェンジということで2022年型は出ております。はい、ただですね、他のカラーですね、HP モータースポーツカラーは、ホイールがちょっと違うんですね。デザインドホイール、あのこのレーシングレッドのカラーと、あとトリプルブラックのカラーはデザインドホイールなんですけど、HP カラーのみ、あの N パッケージの中で単造ホイールしようということになっております。はい。SNR と同じホイールですかね。はい。で、チェーンも、これあの通常のチェーンになります。初期型もあの通常チェーン、2021年のみあの M チェーンついておりますが、まあ、そうですね、シリーズ通して HP あのモータースポーツカラーのみは M チェーン搭載と、あのチェーンですねが違うということになります。すいません、あのメーカー都合になりますが、あのブリヂストンですね入っております。で、こちらメツラ入ってますが、メツラもしくは、そうですね、ブリヂストンですね。まあ、最初ですとミシュラン、あのアドベンチャー、R1250GS 系だとあのアナキーアドベンチャーとか入ってきますけど、SXR の場合には、ブリヂストンもしくはあのメツラが入ってくる率が高いという感じですね。はい、まあ、先日発売になりましたミシュランのロード6とかもこちら XR あの対応してます。 12070ZR17 対後ろが 19055ZR17 ということですので、提供する対応がありますので、ぜひその部分をご検討いただけると幸いです。はい、いかがだったでしょうか。2022年 SNXR のグレードのご紹介でした。現車これ今2台の比較はプレミアムスタンダード、ローダウンサスペンションとローシートがついているもので、プレミアムラインはあのちょっとパッと見ちょっと厚めのシートですかね。はい、っていう点がまあ違うという感じになります。はい、今現時点オーナー様も多数いらっしゃるんですけど、やっぱりシートはコンフォートシートが、一番うちの方では販売しております。はい、M シートのお客様もあの後替えでいらっしゃるんですけど、あのコンフォートシートが一番多い感じがします。はい、あとはオプションパーツ、例えばエンジンガードは純正系は補助ライトが装備状態でのエンジンガードをつけることができません。こちらあの申し訳ないのですが、社外品のメーカー2択になります、現時点ですね。はい、そのあたりも、ご紹介とかあのご相談になりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。